おはようございます。キャラメルです。キャメル、2月10日日曜日、今朝の室温は 22.0 度、湿度計は 59% です。銀座のお天気は晴れです。毎朝ご主人様は僕らの朝食を作った後に、おばあちゃんとお母さんのお仏壇にお茶とご飯をあげます。それから3回チンと叩いて、キャラメルとララちゃんが無事に過ごせますようにとお祈りします。その後は神田明神と日光東照宮、出世観音に一日の報告をします。お母さんは猫や犬が大好きだったんだって。キャラメルもララちゃんのこと、きっと喜ぶよとご主人様がいつも言っています。だから僕はお仏壇はいたずらしません。本当にいたずらはしないんです。ご主人様は小さい頃からお母さんに、犬や猫は口が利けないんだから大事にしてあげるんだよ、なんでそこにと何度も言われていたそうです。そんな風に言われなくなって、大事にしてるよと思ったそうですが、自分自身が失語症になって、相手に伝えられないもどかしさや思った以上の辛さを実感したそうです。あんたも好きだね、そこね。話せない人、犬や猫たちはこんな日々を送っているのかとも思ったそうです。最近犬の虐待動画を見ましたが、あれはしつけとは違うなぁとご主人様は言ってました。犬はなんでとびっくりした様子で動画には映っていたそうです。よく一緒に生活していると犬や猫の気持ちがわかると言いますが、本当にそうです。きっと悲しいんだなとか嬉しいんだなとか、人にも犬にも猫にもわかるんだと思います。自分に置き換えてみて、嫌がることや意地悪なことはやってはいけないんだなと思いました。ご主人様のお母さんはそれを分かって伝えていたんだなと思うようになったんだって言ってました。ご主人様が病気になってしまった後は、たまに行くのがご主人様のお母さんが眠っている雑司ヶ谷霊園と西馬込の出世観音に行っています。今度チャンスがあったらご紹介します。終わりです。
キャラメルトララちゃんと失語症にご主人様の楽しい生活、いかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録をお願いします。